ワールドカップ対談分析動画、引き続き清水、すいません、もう一回先生申し訳ないです。さっきの口が残ってた。ワールドカップ対談分析動画というわけで、引き続き梶さんとお送りいたします。よろしくお願いします。というわけで、今回はアルゼンチン。はい、このチームについて。なかなか難しい国ですね、これね。はい、もうフォーメーション作るとこからちょっと悩みましたもんね。32カ国の中で最も成績が読めない。あ、本当ですね。確かに。優勝もあれば、もう惨敗もあるっていう。確かに。でもこのチームの中で、戦い方だったりというか、おかえさんが思っている印象を教えてください。まあ、基本的にね、機動力をこう、うまく用いて、はい、連動しながら、うん、まあ、局面でこう、生かすっていう形になるんで、はい、まあ、王様の、ね、メッシっていう、ね、はい、選手がいるの で彼はなるべくこう中央にキープさせたまま、はいはい、その周りがうまく動いてサポートして、はい、で、ね、でメッシに、まあ、チェックメイト、はい、もしくはその1個手前 の、はい、そのアシストパスをさせるという、はい、そうですね、はい、なんでこのずっと3バック使ってた中で最近だってまた本になったっていうのはどういった意図があるんですか。11月の試合ではね、ナイジェリアに惨敗しまして、うん、そのナイジェリアにとね、はい、同じ組になってしまったっていうのもありますし、まあ、3バック見てて、はい、相当窮屈そうでしたね、選手が。はい、やっぱりこう、システムの中に自分たちを追い込んでしまうというか、そうですね、なんかそのシステムを機能させるためになんか四苦八苦してるみたいな、なんか普段やってないメカニズムに押し込まれてる感じがしました、ね。うん、そうですね、うん、でもディマリアなんかもね、もうウイングの位置からサイドバックの位置まで下がってものすごい往復運動してたんで、はい、その割にその中盤がボールを失っちゃうから、はい、もうそれがアップダウンがもうすごいことになっちゃってました、ね。352とか343の形取ってたんですけど、またウイングバックはボールを持ったとしてもそこへのサポートだったり、あとサイドバック引きつけても裏に走る選手いないとか、メカニズムにちょっと問題ありすぎたんで、まあ、3-4-2-1 と3-3-1-3ではまた違ってて、はい、3-4-2-1 のが多少割り切って安定はさせられるんですけど、3-3-1-3をトライした時に、はい、もうウイングが大変なことになっちゃったんですよ、ね。はい、これはだいぶ違うので、はい、だからこう、まあ、この 4-2-3-1 がとりあえずその、まあ、個と、はい、それから組織で安定させやすいのは間違いないんですけども、はい、ただオプションとして使う時に3-4-2-1っていう、まあ、予選で用いた形で、はい、そうですね、トップ下でね、はい、使っていくような形で、メッシ・ディバラ共存問題ですか、はい、メッシ・ディバラを、まあ、2シャドウで使っていくっていう形をオプションにしていくっていうことかなって、はい、3-3-1-3はね、相当こうなんだろう、ハイスペックというか、まあ、サンパウリの場合ちょっとマッドサイエンティストなところありますからね。こう理想ってセビージャでも最初の頃とかぐちゃぐちゃになってましたけど、 それを代表チームでやるにはちょっと、なんかそれは諦めたのかなっていうのもありますし、もしくはどこでかで使ってくるのか、はい、いずれにしてもね、その3-3-1-3はかなり難しいのかなっていうふうにテストでは思いましたですね。だから3バックのシステムで3-3-1-3、3-4-3、3-1-4-2みたいなとかいろいろやってましたけど、ね、結局そこでの弱点が、はい、まあ、僕が分析した中でもすごい多かったんで、うん、これになる方がオーソドックスに選手が自然には動けるなっていうふうに思いますね。はいはい、で3にするとすれば 3-4-2-1 で、はい、2シャドウを使っていくっていう、うん、である程度その両ウィングバックは、はい、そのサイドバックにちょっと近いような役割をしながらっていうふうにさせた方が、はい、まだ安定はするのかなと思いますね。やっぱりメッシ・ディバラを2人シャドウに使うと、はい、これ結構やっぱり普段アルゼンチン見られてない方とか気になると思うんですけど、はい、やっぱりどうしても名前2人なんで使ってほしいところじゃないですか、はい、でもやっぱり一緒に出るとどっちも中心みたいなプレーしますよね、はい、相殺されてしまいますね、はい、でその中でもちろんディバラがこう黒子的な役割を引き受けることになるんですけども、はい、まあ、ディバラがいるとしたらこう出ていくような役割をしなきゃいけなくなる。そうですね、はい、あとはそのメッシの後ろのところで守備をしたりとか、はい、そうですね、切り替えのところ、はい、プレスバックを寄りさせられるとか、はい、そういうところでやっぱりこう、うん、なるべくメッシをゴールに近いところでやらせたいっていう形になるので、はい、どっちにしてもだったらもともと機動力、運動量とかその守備の貢献っていうのを、はい、まあ、期待できる選手を置いてしまった方が、はい、それで、まあ、ディバラはもうオプションっていうか、ね、後からも入ってくる、それでメッシと2シャドウになることも、はい、後半だったらありかなと思います、はい。アフエロに関しては膝から手術したみたいで、はい、本大会までにその 100% には戻らないんじゃないかっていう話もあるんですけど、そうですね、なのでまあイグアインも、
またね、あの一時期ね戦力外的なことも言われましたけど、はい、まあ候補になってくるので、はい、まあ割とここはね、まあ、なんだかんだでそんなにこう枯渇しないのかなっていう、はい、まあ、イグアインもあれなんですよね、結構あのポストプレーとかうまいですけれども、はい、あのサイドに動き回ってみたいなことよりもこう、ここで収めてくれるタイプなんで、うん、そうですね、はい、ってなるとイカルディとかどうなんですか。イカルディのね位置づけも難しいですよね、はい、うん、ただまあアグエロがもし厳しいってなれば、まあそのイカルディを出してイグアインを後からなのか、はい、もしくは 3-4-3 とかだと、はい、このメッシとアグエロを2シャドウにしてイグアインとかイカルディの方がこう飛び出す選手、はい、アグエロとかの方がこのメッシュのために動けるっていうのはあるかなと思ったり、あとディマリアを中に入れて、はい、さっきおっしゃったみたいにサイドバック的なキャラクターをウィングバック入れたりとかですかね。そうですね、はい、まあね、ディバラをどう使うかっていうのね、そこでまた出てきますけどね、うん、やっぱりウィングバック使うとそのウィングバックが孤立してる問題がアルゼンチンに関してあるんで、はい、やっぱりチームとしてね、あ、普段クラブでやってないっていうのは攻撃の時のメカニズムにちょっと影響出る。そうですね、はい、で 4-2-3-1 だとその辺で、まあ、メッシの周りでこう出ていきつつみたいな、はい、不安なところはどこですか、アルゼンチンは。不安なところは、まあ、あのバックがちょっとその、はい、現状個人での対応になってしまいがちなところがあって、はい、あのこうディフェンスの、ね、連動っていうのがなかなかこう効かなくなってしまうというか、そのボールの失い方がちょっとね、はい、悪い時に、はい、あのもうこう中盤とディフェンスで共同して守れなくなって、はい、でセンターバックが、まあ、なんとかこう体を張るような形がちょっと出てきてしまいがちなので、はい、そこをこ うまくもうちょっとその組織としてのこうタイトさとか、うん、距離感とかをどうしていくかとかっていうのは、まあ、練っておく必要がありますよね、うん、まあ、その場合にね、ただこのマスチェラーノを中盤に置いておけば、はい、そのまあバランサーとしてね、はい、こ うまいことこう入っていきながら、はいはい、していくっていう役もできると思うので、そうですね、はい、ビルドアップの時にサイドバック上げたりセンターバックの間に入ることをしながら、そうですね、はい、切り替えの時には前出てってとか、リスク管理とセットでっていうことですよね。なんでこの選手がいるのすごい大きいですし、はい、僕このタグリアフィコっていう選手は知らないですけど、どんな選手なんですかね。まあ、あの割とこうバランスも取りながら攻撃にも入っていける選手なので、はい、だから結構上がるタイプですか。そうですね、はい、うん、まあ、上がれる能力はあるんですけど、ただ現状その守備のバランスを取るために多少こうポジションをキープしながらタイミングを見てっていう形になるのかなと思いますね、うん、なんか今気づいたらこのオタメンディシティでファシオローマ でメルカドはあのセビージャなんですけど、はい、これですね、まあ、ファシオは単純にあの空中戦は強いですけれども、あの下で このそういったところの敏捷性みたいなところでちょっと難があって、うん、オタメンディは単純なスピードはないのかもしれないですけど、出ていくタイミングでうまく前出てって奪えるんですよね。でメルカドもセビージャで結構押し込むサッカーモンテナーもとやってますけど、やっぱりカウンターのところで一発やられた時にさらにやられた試合だったりですとか、まあ、ローマもそういう時多いですし、セビージャもバイエルにやられたりとか、やっぱり押し込まされた状況の中での対陣一発やられちゃってを経験してる選手たちなんで、もしかしたらアルゼンチンも下がって前のタレントにお願いするようなサッカーの方が現実的に勝ち点は稼げるのかなというふうに思います。まあ、ロメロがねそんなに器用な選手じゃない、ね、そうですね、はい、確かにセービングはね素晴らしいし、ハイボールにも強いんですけど、はい、うん、はい、だからまああとはそのタグリアフィコが多少こう前に上がっていってディマリアと絡むような形であれば、少しこう3バック気味にね、そうですね、はい、するような形が出てくるでしょうね。はい、確かにこのロメロに関しては僕もプレスかけられた際のバックパスの処理の判断に不安ありっていうふうに、2日前の僕は思ったっていう結局蹴るしかなくなっちゃうんですよね、はい、こう追い込まれたようなボールの出され方すると、うん、それでこう逆サイドにポーンって出せる選手ないので、はい、蹴っちゃうと、そうするとこう前線で競れないとまたさらに相手にボールになってっていう、はい、でこの2列目3人左利きでこのディマリアとランシーニっていう出ていく判断ができる選手がいるっていうのは、はい、あのシステムすごく面白いなと思ってて、今まで中でこうパスワークしたとしても、はい、ここ上がっていく選手が3バックだったんでいなかったんですよ、うん、ウィングバックが1人で孤立しちゃったり、ただ、はい、この形だとサイドバックが上がるタイプだったらここ上がっていってメッシがジョルディ・アルバとやってる関係とか作れるかなっていうふうに思ってて、はい、ただそれのせいでさっき言ったみたいにカウンターもあるんですけど、この辺どういうサッカー選ぶのかなみたいな。だからまあこうどっちかが出ていくときはやっぱり3バック気味にして、はい、特にそのメルカードがある程度こうセンターバック的な役割を、はい、させられるっていうことにはなるとは思います、ね、まあ、タグリアフィコも一応こう、ね、守れることはできるんで、はい、逆もありますけど、
こういう形にはあんまりやらないんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね、ロチェルソもあの前と絡みたい選手なので、はい、なんでこれはちょっと本大会での仕上がりが、ちょっとこの一人一人が良くてもこれがどう機能するかで、はい、そうですね、もしかしたらすごい面白いんじゃないかとか思っちゃうんですけどね、はいはい、本当ビグリアっていう選手がね怪我しちゃったので、あ、そうですね、でそれもあってマスチェラーノがここをやるっていうところもあると思うので、はい、そうするとまあもう一人のパートナーがまあロチェルソなのか、はい、またねもしくは他の選手なのかっていうところもね、はい、でこのウイングもね、駒はいろいろいるので、はいはい、確かにオプションとしてはね、だからピサロとかだとロチェルソのところにピサロ入れて、はいはい、ピサロとマスチェラーノとかにしてガチガチに硬くするっていうのがあるかもしれないですね。時間帯によりますね、はい、とか相手とか、はいはい、まあ、あくまでねアルゼンチンやっぱり7試合目指してると思うので、はい、それに向けては、うん、まあ、このメンバー固定ではなくて、はい、システムも含めてね、はい、どういう風に戦っていくかっていうのをいくつか、はいはい、戦い方を持っていかないといけないと思います、ね、はい、というわけで、ではグループリーグの戦い方なんですけど、アイスランド相手にはどんな試合になると思いますか？まあ、アイスランドがね、相当ソリッドにね、はいはい、4-4-2 で作って、はい、10人、11人で守るっていうような、そうですね、はい、ただそんなにこうガチガチに守備を固めて、はい、引いてくるっていう感じよりは、はい、そのボールに対してブロックを組みながらプレッシャーをかけてくるんで、はい、 ね、はい、それに対してどういなして、はい、こうアイスランドの一度こう裏、はい、まあファストブレイクなんですけど、こう一度こう裏を取る構えをして、はいはい、それで下げたところをまたこう飛び出していくみたいな形をどれだけ作れるかと、あとはそのアイスランドやっぱりこうロングボールからの攻撃強いので、はいはい、それに対してしっかりこの後ろに残った選手がそうですね、そこでこう耐えて、うん、それで、まあ、こう中盤の選手の戻りをこう促せるかとか、はい、あとは、まあ、マステラーノのポジショニングですね、そこが、まあ、非常に、ね、カウンターの時に、はい、イルフィー・シグルドソンのね、はい、飛び出しなんかをうまく、そうですね、シグルドソンに関しては飛び出しもそうですし、このサイドバック空いてる時に流れてみたいな、地味なデブライネみたいな感じにプレーできる選手なんで、そうですね、はい、まあ、とにかくね、アイスランドは本当に組織としての一体感がものすごいので、うん、まあ、もう本当に一つとして気を抜けないような中で、まあ、ボールは持つけどもそういうスリリングな時間帯が続くのかなと思います、うん、あ、アルゼンチンにとっては、まあ、むしろボール持ってくれた方が楽なんじゃないかというふうに今聞いてたらちょっと思っちゃいましたけどね、そうですね、では続いて、まあ、はい、はい、あ、ごめんなさい、で続いてですね、アイスランドとあとはクロアチアですか、まあ、クロアチアの場合は ある程度こう、はい、アルゼンチンとイーブンな、まあ、ポジションの中で戦ってくることになると思うので、はいはい、まあ、中盤がどのぐらいのこう強度で、はい、まあね、モドリッチとかね、はい、ラクティッチとかっていう、はい、バデリって言った選手と、はい、どのぐらいの強度でやれるかですね、だからこのメッシをトップ下に置くって形が、うん、クロアチア戦だとちょっときついかもしれないですね、はい、お、どういった点で、メッシが中盤に参加できないんで、はいはい、だから要するに決定的な存在としてメッシ存在しますけど、はい、中盤 の、 そのバデリー、ラキティッチ、モドリッチってところとの戦いにあまり参加できないから、はい、ボールがここまで来ないってことですか、はい、なのでちょっとこのメッシの位置づけをちょっと変えていかなきゃいけない可能性もありますよね、はい、例えばちょっとそのウイングをちょっと捨てて、はい、ここで中盤にこう参加できる選手を置いて、はい、でメッシを少しこうアグエロに近いようなところで仕事させると、うん、はそこを飛び越して、イグアインで落としてのメッシとかもありますか、うん、そうですね、だから、こう例えばね、同じ 4-2-3-1 だったとしても、はい、よりこうサイドの選手をボランチタイプにするとかですよね、はいはいはい、確かに、この僕、クロアチアとかだとやっぱりサイドバック、ストリリニッチとかのところとかは、はい、こう対人とかがちょっと怖いところがあったんで見てて、はい、そっちにディマリアぶつけちゃうとか、まあ、それもありますし、ただまあそうですね、サイドバックのところはただ、まあ、来た時に迎えればいいっていうところもあるので、はい、とにかくモドリッチ、ラキティッチ、バデリのところでやられたらおしまいなので、はい、そこはもう絶対にこう数的不利を作らないようにしたいので、はい、ただそのメッシーがそこに参加できないという時に、じゃあどういった形を取っていくかですよね、はいはい、もしくはメッシーを参加させる形でこう、まあ、ロチェルソンもそうですけど、もう飛び出していくバネガとか、そうですね、そういう選手を使ってとか、メッシの中盤のところでその彼らとバチバチやるのは無理だと思って、うん、かわしちゃうんじゃないですか、よくありますけど、バルサとかだとブスケツの横まで降りて、コースの切り替えが結構ね発生
接する中ではなかなか難しいんじゃないかなと思うんで、はい、むしろじゃあメッシと誰かをこう逆転させてしまうとかね、はい、であとこうゼロトップ気味にメッシをして、うん、あそれも久しぶりに見たいですけどね。でここはまさしくじゃあそうですね、まあ、ディバラを置いてとかね、はい、確かにそのクロアチアが 4-2-3-1 で来るとこっちが 4-1-2-3 で例えばマスチェラーノ、はい、ロチェルソ、バネガとか組んでガチッと当てちゃって、はいはい、でセンターバック2枚って結構前に出てくるとライン乱れるんで、はい、メッシここやって両サイドから出ていく選手とかそういう対クロアチア用の戦い方そういうの見せてくれたら、はい、サンパウリやりかねないですよね。全然やるんじゃないですかね、うん、だからまあそうですね、このメッシのポジションのところにもう、まあ、バネガを入れてしまって、はい、で中盤3枚っていうような形に、はい、要するに 4-2-1-3 に近いようなね、はい、形にしてここのやっぱ中盤のところでその相手の一番こう強みに対してやっぱりこうやられないようにしたいです、ね、そうですね、はい、なんでまあ引き込んであのクロアチアの場合はサイドバック上がってくるんで、うん、その裏をここで突くとか、まあ、ここはランシーニになってますけど、ね、スピードのある選手で、そうですね、スピードで勝負する選手に、はい、ランシーニもありますけど、まあ、サルビオとかもね、はい、ますんで、あそうですね、はい、その辺コレアとかももしかしたらコレアもね、ありますよね、サンパオリのね、はい、もうちょっとフォワード寄りのウィングっていうね、はい、こっちで、はい、その辺面白いと思います。ナイジェリアに関しては一応戦ってますけど、どうですかね。ナイジェリアに関してはね、よりこうもっとオープンな戦いになる可能性が高いので、そうですね、はい、早いうちにもうあの前線の選手にこうボールを持たせて仕掛けてくるので、うん、逆にそれをうまく突きたいけど、はい、ただあの、ナイジェリアも中盤の3枚っていうのが非常にフィジカルが強くて、はいはい、まあ、インテンシティも高いので、ほうほう、そこもちょっとそのメッシの位置づけってまた少し難しくなりますよね。うん、そうですね、あの同じっていうね選手が、ほうほう、はい、まあ、このそこに入ってると思うんですけど、マンマーカーとかにもなる可能性もありますから、でその前にミケルがいるじゃないですか、ほうほう、なかなか大変ですよね。うん、だから中盤経由というより中盤を逃げて戦っていくっていう方法になるか。そうですね、だからまあメッシの位置づけがどっちにしても相手にとっても脅威だし、はい、でもアルゼンチンにとってもアキレス腱になりうるというところで、うん、その中盤の要するにこうガチッとはめにくいというかね、はい、メッシがいるとね、良くも悪くも、うん、最後のワールドカップなんで、うん、僕もうバチバチにこうコンディション仕上げてくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。最後って僕勝手に決めちゃいましたけど、はい、一番いい状態の最後だと思うんで、ってなってくると僕はメッシに関してはあのバルサでいい時のプレスの時の切り替えの早いメッシが見られるんじゃないかなとか思って、だからまあもしかしたらね、やっぱりそのナイジェリア戦は 3-4-2-1 にして、はい、でまあ、ディバラなのか、まあ、別の選手かもしれないですけど、はい、っていうのをこう相手のナイジェリア その3ハーフに当てて、はい、それでメッシは少しこうトップと絡むような形をするっていう、2、はい、シャドウなんだけど2シャドウの中でシャドウのもう一人はよりこう中盤より、はい、でメッシはフォワードよりっていう形にすれば、きちんと守備ができるようにして、はい、ナイジェリアの、こう相手の、ね、アタッカーにも 3人でこう対応できますし、はい、でモーデスに対してはまあこのウィングバックがしっかり見ればっていう形でやれるのかなと思います、はい、確かに、はい、ナイジェリアのサイドの選手のクロスの精度が浅い位置からそんな長い距離がいいのじゃないっていうのもあって、こういう5バックに基地的になるのはいいかもしれませんね、はい、というわけで、アルゼンチンどこまでいきますか。そうですね、どうだろうな、一番読めないと思いますけど、やっぱり日本を代表する記者ですのでバシンと当てていただいて逆に言ってくださいよアルゼンチン任せましょう。アルゼンチン、あ、ずるい僕は優勝です。アルゼンチンは優勝、うん、最後に、これはメッシの大会になると思ってます、僕は。あ、これはあの 理屈じゃないアルゼンチンの、意外とロマン派だったんです、はい、いや、なんか僕はあのサンパウリが今日こう妥協し始めてるじゃないですか、うん、で最終的にはがっつり守ってっていうところで、メッシがあの気持ちよくやれる布陣に、さっき言ったみたいにゼロトップする、トップ下するっていうのをやってっていうのでやると思ってます、はい、って言ってますけど、そうじゃなくても別にあのなんですか、外れて悔しい気持ち全くないぐらいそのぐらい僕メッシ好きなんでアルゼンチンはこれまあ順当にいかない場合に、うん、決勝とかの1回戦がフランスになりますよね、うん、そうですね、うん、でもこれはなんかいい試合になりそうですよね、はい、仮にそうなったとしても。そうですね、あとなんかメッシの経歴にワールドカップ優勝っていうのが引退した後ついてないとは思えない。そうなんか勝手にですけど、なんか悲劇のヒーローが似合わないですよね。これまでもいるよ、そういうのメッシクラスではいなくないですか。メッシですよ、
カイさん、メッシですよね、カイさん。ニフティファーゴとかね。あ、そうなんですか。プスカッシュとかね。あ、確かに、あの世代僕生まれてないんでなしにしてください。クライフ、クライフも準優勝までか。うん、でもメッシはちょっとその中でも言ってんじゃないかな。ああ、いや、あのこのアルゼンチンをワールドカップに連れてった男ですよ。いや、俺あれもっと言われていいと思ってもそう、あの最後の試合とか。すごかったの試合。確かにね。もう活躍しなくてニュースになる男ですから。ワンゴールだと調子悪いところですか。もうなんかでも予想っていうか願いですね。聞いてると、はい、もうね、予想超えちゃってるんで。そうです、そうです、はいはい、なんでもうね、1試合以外こういうね、僕があってもいいでしょうというわけで、アルゼンチン大東分析でした。ありがとうございました。